運がモリモリで機運上昇するという縁起担ぎがあるんですね。当時には7種類の運盛り食材があります。運が覚醒する機運上昇チャンネルの相模です。機運上昇チャンネルに LINE アットができました。機運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、12月22日に大きくエネルギーが切り替わる冬至がやってきます。去年は特に風の時代に切り替わると大きな話題となり、準備して過ごされた方もたくさんいらっしゃったんじゃないのかなと思います。僕は去年の冬至は並木良和さんに会いにハウステンボスまで行ってきました。今年はお仕事が入っていて、偶然並木さんの会場の近くにはいるんですが、参加できなくて残念です。今回はスピリチュアル的にも大きな変化のチャンスが来ているんですが、お金や経済などの三次元的な部分も大いに盛り上がっていて、12月の大吉日の一つです。7連続吉日の中でも最高運気となるのが22日なんですね。どちらの運気も絶好調です。心の豊かさと経済的な豊かさ、どちらもとても大切ですので嬉しいですね。そんな冬至にやるといいこと、気運アップする過ごし方について今日はお話をしていこうと思います。まずははじめに、龍神様のつながり、場を清める T 社などから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。冬至はどんな日かと言いますと、陰の気が最高潮に満ち、翌日からまた陽の気へ切り替わっていく冬至は魂の再生の時と言われています。大きくエネルギーが変わる時は自分自身も影響を受けて大きく変わる時なんです。不要なものを手放して望む方向へフォーカスをする再生に絶好のタイミングとなります。これからまた少しずつ陽の気が大きくなって、物事は発展し成長は促され、あなた自身もアクティブになっていく時ですので、ここで一度振り返って整理整頓するといい時なんですね。生まれ変わる太陽のように天体の動きと合わせて、自分自身も生まれ変わることによって運気もスムーズに流れていきます。自分自身が何を持っていて、何がいらなくなって、これからどこに向かうのかということが分かっていると、進むべき方向、やることが明確になり、迷いなく進んでいきます。そして陽の気が増えるとともに動きも増えていく、とてもいい流れなんですね。冬至の日にやるといいこと、心編は3つあります。1つは2021年の自分の変化を書き出してみることです。1年間の間にはたくさんのことが起こっていますから、忘れていることもありますし、今となっては普通に感じることも、1年前を思い出してみたら、思い切ったな、頑張ったなと思うことも多いです。1年で自分自身に起きた変化を思い起こすことで成長を感じたり、頑張った自分を愛おしく感じることができます。そうしてまずは実りを感じていきましょう。2つ目は手放しリストを書くことです。大きくエネルギーが変換する冬至は手放しリストを書くにはぴったりです。本当にびっくりするぐらい離れてなくなっていきます。遠慮して思ったことが言えない、ギスギスするのが嫌で周りの意見に合わせてしまう、ついついカチンとなって怒ってしまう、失敗が怖くてチャレンジができない、明日から痩せると言って3年目に入った、どんなことでもいいので、こんな自分とさよならと思うことを自由に書くと、スルスルスルーと消えてなくなっていきます。書いた紙をビリビリに破り、可能であれば燃やしてしまうと、より手離れが加速していきますので、おすすめです。その後、キャンドルを焚くと、心の深い部分の浄化が起こり、温かいお湯をたっぷりと飲むと、体の中の不要なもの、浄化の残りカスが流れていきます。三つ目は、夢リストを書くことです。振り返りと手放しリストを書いた後が効果的ですので、時間的に難しい場合は後日行うのもおすすめです。振り返りで自分自身を認め、手放しリストで不要なものとさよならした状態で夢リストを書くと、とってもニュートラルな状態で書くことができます。自信や自己肯定感が芽生え、不要なものがなくなっていきますので、とってもクリアで純粋に夢リストを書くことができます。夢リストを書いたら、あとはここに向かっていくんだなと、陽の気が一日一日増すごとに発展していきますので、すごくいい時なんですね。この3つのアクションが鳳凰のような再生と大きな変化をもたらしてくれます。1つずつでもいいですので、ぜひ試してもらえたらなと思います。ここからは金アップアクションを紹介したいと思います。22日のおすすめの金アップアクションは、なんといっても
ゆず湯です。ゆず湯はもともとゆずの香りで邪気を払う行事になります。そしてゆず湯に入ると風邪をひかずに無病息災で過ごせるという言い伝えもあるんですね。そんな多機能なゆずちゃんにはさらに金アップの効果もあるんです。本当に万能なんですね。柑橘系の香りは神様へゆきちくんも大好きな香りです。ゆずを入れたお風呂に入ることはまさに金アップアクションそのものなんです。いい香りでとっても癒されますので、ゆずに入ることはおすすめのアクションです。続いて二つ目はゆず茶です。これもゆず湯と同じ金運にいいんですね。しかも金運は丸いものに宿り、黄色は金運アップカラー。さらに柑橘系の柚子は何重にも金運を帯びています。カフェやお家で柚子茶を飲むことも金運アップアクションになります。蜂蜜も豊かさの象徴で金運にいいので、蜂蜜柚子茶は最高のコンビネーションですね。こちらもおすすめです。最後におすすめの金運アップアクションは運盛りです。ズバリんが二つつく名前の食べ物を食べると運がもりもりで機運上昇するという縁起稼ぎがあるんですね。当時には7種類の運盛り食材があります。かぼちゃ、人参、レンコン、銀杏、金柑、寒天、うんどん、この7つです。どれもいいんですが、この中で特に機運がいいのは3つあります。第3位は南京粉とかぼちゃです。かぼちゃは黄色いカラーが機運アップによく、続いて2位の銀杏も丸くて黄金色で機運にとってもよく、第1位の金柑は黄色くて丸くて柑橘類で、名前にも金と四重に金運が重なる最高の食材です。ビタミンも取れて美容にもいいのが嬉しいですね。ポンカン、タンカンなど運盛りフルーツですね。当時の金アップアクションは食べ物盛りだくさんですね。フルーツ、お茶、野菜とカフェでも食卓でも取り入れやすくていいですね。みかんは食卓に置いとくだけで金アップになる嬉しいフルーツです。私は金柑、私はザボン、私はバンペイユと思い思いのみかんを食卓に飾るのもいいかもしれませんね。簡単にまとめると、当時に生まれ変わるためにおすすめのアクションは3つ。2021年の変化を書き出す、手放しリストを書く、夢リストを書くです。キャンドルをたくことも生まれ変わりを加速させてくれるのでおすすめです。キーアップアクションも3つ。ゆず湯に入る、ゆず茶を飲むが二つつく、食べ物を食べて運盛りするの3つです。おこたでみかんを食べるだけでも運気アップになりますので、寒いこの時期には嬉しい金アップアクションですね。いいなと思う食材、お家にある食材で金アップを楽しんでみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。